うん。で、どんな映画なんだ？死霊の暗黒舞踏会4。ホラーか。エリー、そういうの大丈夫なのか？この際だから白状しちゃうんだけどさ、実は私こういうの得意じゃなくて。知ってたけど。その上から目線ムカつく。でもどうしてわざわざ苦手なホラーを？実はね、この間のドラマあったじゃない、恋ポポ、あれに急遽テコ入れが入っちゃったのよ。スポンサーの意向ってやつ、次の話から学園ホラーになるのよ。その名も血濡れの彼岸花。監督も変わったのよ。今度抜擢されたのはあのタラチの監督。ひどい話だと思わない？話の整合性とか一切無視なのよ。恋に恋する女子高生役が急遽怪物に食べられちゃうかわいそうな女子高生役に。むちゃくちゃだ。だから映画見て体勢つけとこうかなって。リアクションとかの勉強にもなるし。それで俺に白羽の矢が立ったわけか。そういう居つきは大丈夫？こういうの。実はあんまり得意じゃない。あ、そうなの？へえ。どうして嬉しそうなんだ？そうかな、いつきが悲鳴を上げるとこ見てみたいとか全然思ってないから。あのなあ、とにかく行きましょう。私ももう腹を決めたわ。ああ。どうだった？勉強になった？え？ああ、怖かったは怖かったし、勉強にならなかったわけじゃないんだけど、いまいち集中できなかったっていうか。ああ。ほら、横で自分よりも熱くなってる人見ると妙に冷めちゃうあの現象あるじゃない？まさにああいう感じで。確かに周りのリアクションがすごかったな。気がつっちゃってホラーの勉強どころじゃなかったわ。どうしようかな。肝試しとか。肝試しって言っても一体どこに。あっ、そっか、イドラスよ。あそこなら映画なんかじゃ味わえないようなリアル恐怖体験できるじゃん。ねえ、いつきも付き合ってよ。乗りかかった船だし。それは俺のセリフだからね、エリー。ダメ？仕方ない、付き合うよ。やった、ありがとう。それじゃ場所は後で連絡するから。
それじゃ早速始めるわよ。うん。ところで、いつき、なんだか急に寒くなった気がしない？気のせいだよ、エリー君。そう？じゃあ、今度こそ始めるわよ。怖がりすぎだよ。普段から出入りしてるだろ。だってしょうがないじゃない。普段は意識なんてしてないし。なら、そばから離れないで。で、何よ、急にカッコつけちゃって。それじゃ先行く。待って、置いてかないで。敵だ、一気に決めろ。力を貸してくれ。おう。今がチャンスみたい。ファイトだ。お願い。いけるか。エリー、翼、これで終わり。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。ミラージュの気配。マスコットはいないの？ヒリアだそうよ。こんなものね。ドーラさん、かっこいいです。照れますね。お願いします。私の出番ね。闇に潜むよ、貴族的にね。どういうこと？ハリウッド的に決めるわよ。ねえ、私じゃダメかな。任せた。お願い、よろしくね。続いてください。ぶちかましてきなさい。殲滅完了。待ってなさい、花のハリウッド。敵が現れた。俺たちの力を見せるぞ。ああ、他の技の方が良さそうよ。遅い。この日を逃すな。気合い入れなさい。つき。翼お姉ちゃん。いいわね。俺たちは負けない。
は油断せずに行くわよ。楽勝だな。決まった。ビオール、私に力を貸して。承知したよ。必殺必中、行け。いい感じ。みんなもやるじゃない。いきなりか。やっ、今のうちにやっちゃいましょう。ミラージュアタック、準備完了だ。おお、今がチャンスみたいよ。はあ、当然でしょ。次はお前よ。次、お願い、ダメです。いけるわね。信じてるぜ。やった。敵だ、一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。敵だ、不意打ちに気をつけろ。さてさ、私の矢は早いわよ。いい感じ。待ちたまえ、エリック。どうやら新しい客人が来るようだね。まとめてやっつけてやるわ。イツキ、フォローよろしくね。ああ。みんな、落ち着いていこう。つなぎなさい。解き放つ。うおっ、いけ。いけるわね。頼みます。つないでくれ。気合い入れなさい。どんどん、こう、やった。俺たちは負けない。お疲れ、イツキ。ビオール、どう、エリー、慣れた？バッチリよ。
もう慣れすぎちゃってどうしようって感じ。ホラーの心得とは、恐怖と立ち向かう勇気、その絶妙なせめぎ合い、そして冷静さを失わない強い心、必殺の意志で敵を射抜くことよ。やったな。で、あれ？射抜くってそれでいいんだっけ？次の役は怪物に怯える女子高生じゃなかった？な、ホラーを狩る側の心境にまで行っちゃってるような。大丈夫？大丈夫よ。うまくやるから。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。新しいカルネージが作れるようになったよ。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。試してみて。これでいいかな。それじゃあ、ユニティするよ。いくよ。努力？才能よ。ホラーハンター、アンジェルか。もはや原型をとどめていないね。本当に怪物を狩る側に、それも主役に役を書き換えさせるとは。タラチの監督は現場のノリを重視するからね。は、初めから賞賛はあったわ。ただでは起きぬそのしたたかさ、あっぱれだよ、エリー君。ありがとう、ビオール。だがしかし、私のエリー君がレディーから遠ざかっていってしまう。いきなり失礼ね。一体何よ。あとあんたのじゃないから。エリー君、君は基本的に貴族的な振る舞いとは対極に位置するおてんば娘、そうだろ？そうだろ、じゃないわよ。お化け嫌い、それは君のおてんばぶりの中で唯一残された最後の奥ゆかしさだったのに。それが今では半笑いでお化けを狩る始末。半笑いって何よ。半笑いって。ああ、だが名前だけは素晴らしく貴族的だと思うよ。ほら、エレオノーラって。ぶっ飛ばすわよ。全然フォローになってない。闇の眷属がこんなところにまで。でもこの私、ホラーハンターアンジェが来たからにはもう好きにはさせないわ。灰は灰に、塵は塵に。
闇は闇に帰りなさい。どう？なかなかいい感じでしょ？それにしても今回のテコ入れで前までと随分毛色が変わったね。タラチの監督だからね。私のハーフな感じが半人半妖のヒロインとうまくマッチしたんだってさ。私やっぱり演じるのが好きだな。普段はハーフってことでいろいろ嫌な思いとかすることあるんだけどさ、演者として立つときはそれを個性として受け入れてもらえるから。エリーはいつでもエリーだよ。タラチの監督だってきっとエリーがハーフだから選んだわけじゃないと思うんだ。まあね、あの人厳しいけどそういうところも妥協しないし、演じてる時もそうでない時もエリーは魅力的だと思う。いつき、うん、ありがとう。あらら、エリー、あなた今ちょっとキュンときちゃったんじゃない？どっから湧いてきた？ところでマイコは何しに来たのよ？そうそう、あなたにお客さんよ。ユミズ、今日はお前に話があってやってきた。何ですか？俺と一緒にハリウッドに行くぞ。ま、そういうことだから。どうするかちゃんと考えておくのよ、エリー。